アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月10日、場所は兵庫加古川陸上競技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、 X リーグディビジョン3ウエスト磯野スーパースターズ対大阪府警シールズの一戦がまもなく行います。両チームの紹介をさせていただきます。本日手前側メインスタンド側に陣取りますのが磯野スーパースターズ、 X3 ウエストに所属する東海地区にその名を轟かせる強豪チームです。複数のチームが合併し2024年に磯野スーパースターズとなりましたが、この合併を機に一気に X2 に昇格を果たし、以来 X2 で長くその名を轟かせました。残念ながらそれは2018年シーズンに X3 降格という形になりましたが、再び X2 昇格を目指し現在も奮闘を続けております。現在その強敵でありました愛知ゴールデンウィングスに勝利し、優勝戦線のトップを走っております。対しまして奥側に陣取っておりますのが大阪府警シールズ、こちらは大阪府警認定のクラブチームとして活動しております。チーム名シールズ、警察官を府民の守る盾として、そのイメージにのっとってチームの活動をしております関西の有力チームです。フェアプレーをモットーに本日も正々堂々戦うことを誓っております。この両雄による一戦が間もなく行われます。これより試合開始前のコイントスを行います。磯野キックオフ、大阪府警リターンで試合が始まります。本日の配信は1クォーター10分の正式形式で行います。両チーム自らを鼓舞するウォークアイハドルを解きまして、まもなく試合開始となります。まず試合は磯野のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは磯野1番美濃浦、岐阜大学出身のルーキープレイヤーです。さあ大阪府警リターンに入りました。しかしこれはリターンチーム乱れまして、大阪府警陣15ヤード付近でボールデッドとなります。この位置から大阪府警の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分けて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、
4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪府警の攻撃です。大阪府警自陣16ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。さあまず大阪府警はオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーをチョイスしました。これによりクォーターバック4番が自らキープし、左オフタクロついて約3ヤードのゲインとしています。ランプレーをしました大阪府警4番は角、芦間高校出身のプレイヤーです。これにより大阪府警セカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。さあ今度はフルバックブロッカータイプのランナーに中に突っ込ませました。ライブプレーです。キャリア29番、自らの体を押し込むように約1ヤードゲインとしています。キャリア29番は木村、京都産業大学出身。大阪府警自陣16ヤードからサードダウン6、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあここでランニングバックにトスをしての右オープンへのスイープレー、相手ディフェンスを吐き取るように右オープンをランニングバック17番失走しましたが、わずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに入ります。さあ残り1ヤード大阪府警どのような判断するでしょうか。最後の攻撃権フォースダウンに入ります。大阪府警フォーメーションを変えました。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄です。磯野リターンに入ります。磯野リターナー84番、相手ディフェンスの隙間を縫って左オープンを疾走、相手陣35ヤード付近でボールデッドとしました。この位置での攻守交代となります。見事なリターンをしました磯野。84番は花木、岐阜大学出身。さあ攻守変わりまして、今度は磯野スーパースターズの攻撃となります。ボールオンは相手陣38ヤードの位置からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずランプレーから入ります。ランニングバック25番、ハンドオフを受け右オープンに展開、そこから縦に切り上がり約9ヤードのゲインとしています。見事な走りをしました磯野スーパースターズ25番は宮部、北海道大学出身。磯野相手陣19ヤードからセカンドダウン残り1ヤード、攻撃権更新、必要距離は残り1ヤードの状況で、さてどのようなプレーをするでしょうか。パス不成功。ここであえて一気にタッチダウンを狙いました。ターゲットは先ほどのラン、先ほど見事なリターンを決めた84番でしたが、しかしこのパス手には届き触れましたが、パス不成功に終わっています。マイパス失敗ですと攻撃権は一つ失い、次の攻撃に変わります。ボールは元の地点に戻されます。これによりまして磯野相手陣29ヤードからサードダウン残り1ヤードに変わります。さあここは磯野中央へのランプレーでこの攻撃権を更新としました。磯野ファースダウン、見事なランをしました磯野のランニングバックは22番、
素晴らしいランプレーにより磯野攻撃権更新に至りました。磯野ファーストダウンです。さあ磯野相手陣26ヤードのポジションに入りました。この位置から磯野ファーストダウン10、攻撃権更新に必要距離は10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまでは26ヤードです。パス成功、ファーストダウン。ここでクォーターバック18番プレーアクションパス、ランと見せかけそこからパスを投じました。このパスをタイトエンド86番が見事にキャッチし、攻撃権更新、ファーストダウン。パスを投じましたクォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。取りましたワイドレスタイトエンド86番は神田、姫路工業大学出身のプレーヤーです。磯野相手陣13ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック18番さらにパスを重ねました。ターゲットは84番でしたが、このパスはオーバースロー。前パスの失敗ですと元の地点に戻ります。攻撃権は1つ失い、次は磯野セカンドダウンと変わります。アメリカンフットボールの攻め方はランとパスの大きく分けて2通り。ランプレーはボールを持った選手がそのまま持ち込むプレーですが、パスプレーはボールの開始地点より後方より1回だけ許された前へのパスプレーです。横へのパスないしは後ろへのパスは何回行っても構いません。磯野セカンドダウン10。これは大阪府警ナイスディフェンス。ランニングバック25番に左オープン展開を図らせましたが、これを大阪府警65番が見事に反応しまして、このランプレーを阻止しました。素晴らしい反応でこのラン止めました。大阪府警の65番は節田、近畿大学出身。さあ磯野相手陣13ヤードからサードダウン11の状況になります。パス不成功。ここでクォーターバック18番中央に走り込んだワイドレシーバー11番へのパスを投じましたが、このパスはわずかにタイミング合わず、パス不成功に終わりました。ダウン1つ失いフォースダウン、4回目の攻撃、最後の攻撃権になります。磯野フォースダウン11、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。フィールドゴールキッカーは43番の西脇、岐阜大学出身。スナップミス。これをなんとかキッカー43番自ら抑えましたが、結果的に大きく後退して攻守交代となります。大阪府警あわや失点をするという危機的状況でしたが、しかし相手のミスによりこのこと状況をことなきを得ました。攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権を得ることができました。大阪府警自陣41ヤードからファーストダウン10になります。大阪府警も攻撃権更新に必要な10ヤード、この攻撃取れるでしょうか。さあフルバックに中央へのランプレーを展開しようとさせますが、これを磯野スーパースターズ44番76番が見事に抑え込み、このランプレーノーゲインとしました。磯野スーパースター、ディフェンス陣がここで素晴らしい奮起を見せています。大阪府警自陣41ヤードからセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック4番、ここでリードオプションフェイクでワイドレシーバーへパス。
このパスをレシーバー倒れ込みながら見事にキャッチしまして約8ヤードのゲインと変えています。大阪府警ハーフウェイからサードダウン残り2ヤード、ハノハノ様応援メッセージありがとうございます。できる限りご期待に添えるよう全力を尽くします。さあここで大阪府警は中央へのランプレーを選択しましたが、ここでボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えましたのは磯野スーパースターズ、したがってこの時点で攻守交代です。ターンオーバー、大阪府警ここで痛いミスが発生しました。さあ再びチャンスを得ました磯野スーパースターズ、相手陣47ヤードの地点からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新までは10ヤード、そしてエンドゾーンまでは47ヤードの地点です。ランニング25番トスを受けて右オープンへのランプレー、このランプレーが相手ディフェンスの隙間を縫うような形で展開でき攻撃権更新となりました。磯野ファーストダウン、ランニング枠25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野相手陣36ヤードからファーストダウン10、今度は左に振ります。ランニング枠22番にトスをして左オープンに展開、そこから縦に切り上がり約6ヤード、失礼7ヤードのゲインとしています。磯野相手陣29ヤードからサードダウン、失礼セカンドダウン3、パス成功。ナイスパワー、ファースター、ここで磯野はパスプレー、クォーターバック18番ワイドレシーバーの85番にパスを通しまして、さらにこの後味方オフェンスラインのブロックにより後押しされ攻撃権を大きく前進して磯野ファーストダウンです。ターゲットは15番でした。15番の伊藤がターゲットでした。北海道大学出身。磯野相手陣14ヤードからファーストダウン10。タッチダウン。ここで磯野一気にタッチダウンとしました。ランニング枠25番ハンドオフを受けて左オープンを疾走、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン、磯野6点獲得です。タッチダウンをしましたランニング枠25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤー、ここで北海道大学の選手が活躍し一気にまず先制のタッチダウンを挙げました。そしてトライ4ポイントに挑みます。キック成功、1点追加、磯野スーパースターズ7点、大阪府警シールズ0点、まず磯野スーパースターズがタッチダウンで先制しました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに切り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、
さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーでボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。さらにこの後自殺点という形の失点2点があり、ワンプレーによる得点は2点、3点、6点、7点、8点のいずれかの形になります。これの足し算によりまして引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた磯のスーパースターズのキックオフで試合再開となります。ラグビーと違いアメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。したがって失点した側が次の攻撃権を得る形になります。さあ大阪府へリターンに入ります。これは磯野のディフェンス陣カバーが非常によく、このリターンを大阪陣10ヤード付近で抑え込みました。素晴らしいカバーをしたのは磯野スーパースターズ74番の岩瀬、静岡大学出身。さあ先にタッチダウンを許した大阪府警、反撃薄れでしょうか。ボールオン自陣14ヤードからファーストダウン10。さあこのランプレー抜けます。ランニ枠17番タックルを受けながら中央突破、相手ディフェンスを振りほどいて約7ヤードのゲインとしています。手元にその背番号に当てはまる選手がいないため、おそらく追加登録された選手だと思われます。17番素晴らしい活躍をしています。大阪府警自陣21ヤードからセカンドダウン3。さあ今度はフルバックのダイブプレー、密集点突破を図り短い距離を稼ごうと中央突破しました。キャリア29番、このランによりゲインは約2ヤード奪っています。キャリア29番は木村、京都産業大学出身。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして磯野スーパースターズ7点、大阪府警シールズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。